今日は連休なんですよ。連休、はい、ね、今日は天皇誕生日でね、はい、そうなんで、ですから普通の方はもう今日から3日間、はい、3連休というわけでございますけど、はい、雨がちょっとしとしととね、はい、降っておりますが、いかがお過ごしでしょうか。はい、私高田文雄です。はい、そして落ち着いて、落ち着いた流れで言っております松村クリーノと佐山さやかです。いや、いかがお過ごしですか。はい、いろいろと竹山君と配信の番組にお世話になりました。3日間あれやってたでしょ。ライブをやってました。ライブ、はいはいはい、おさむちゃんの最後の仕事。そうなんですよね。おさむとね。なんかもう、それでちょっとこう、その後配信のなんか、あのトークライブを。あ、そういうのあんの？やってるんですよね。で、なんか今度、ラジオが、ビバリーの裏で始まるみたいで。え、どこで？ビバリーの裏の文化放送で。あ、そうなの？野村邦丸さんラジオにちょっと出るみたいですね。あ、クリマルラジオの時間帯かぶってないんですけど。あ、そうなんですよね。あ、そう。じゃあ、竹丸さん来れないね、こっち。そう、なんか、竹丸さんそればっかりそわそわしてて。なんで？僕の普通のトークなんですけど、高田先生にも会えなくなるんじゃないかな、っていやいや、それと、これ、今日はトークだからいいんじゃないですかって言ったら、いやいや、俺そっちが気になるんだよ、つってなんか、そっちがそわ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 してて、はい。なんかビバリー出れなくなったらどうしようかな、みたいな。そうか、そうか。じゃあ、文化放送で喋ってくるの、ずっと。生涯捧げるわけ？いや、生涯は捧げない。生涯じゃないみたいですね。生涯じゃないの、捧げない。捧げはしない。生涯は捧げないですけど。時間的にこの辺ちょっとやりそうなんですよね。なんかそればっかり気にされてましたね。はい。そうか。やってましたね。あ、そう。あとは何ですか、松村は、今週は。僕はやっぱり今回は、試写会ですね。ね、行ってきた。漫才協会ザ・ムービー。行っていただきました。いやございました。ありがとう。なんか、博士ともども褒めてくれたらそうで。めちゃくちゃ良かったですね。そうですか。はい。そうですか。こう、なんか刺さりましたね。ありがとうございました。はい。あんなにドキュメント、僕、コントホームランさんですかね。南信介さんのお弟子さんの。ね。で、勘太郎が亡くなっちゃったからね。相方がさ。で、あの二人は古いんだよ。俺が昔ドッキリ作った時に、南信介さん司会で、南さんのお弟子さんが、ナミ君だからね。それで、こっちの小野安さんのレポーターと小野安さんのお弟子さんが勘太郎だから、亡くなった。だからもう死んじゃったんだ。その頃からよく知ってね、かかって。僕、予選会とか、よく学園祭回ってたら、時期ありましたけど。お世話になった。お世話になりました。タップとかすごいうまいんですよね、ホームランさんは。芸事ちゃんとしてるから、やっぱりな。南さんとかしっかりしてる師匠だから。うるさかったから。でもなんかいいこと言ってましたね。なんか自分が良くないのは、自分が良くないというか、相手のことも考えろみたいな、なんかね。すごくね。そのドキュメンタリー映画の中でね、インタビューで。一人になったけど、これからピンでやっていくということをね、ちゃんと説明して、はいはい、喋ってて。良くなかった時はもう俺が悪いんだと。悪い時はもう俺が悪いんだみたいな話。感化されて、映画に感化されていろいろ感じたね、いろんなこと。もうすごい嬉しいね。昨日福岡のラジオでもいい映画ですって言いましたね。ありがとうございます。熱いくなります。全国展開になってくれたらいいな。なるんだよ。まあ一応各地でやるんだけどね。はい。でも博士はいろんなところで言ってくれるらしくてさ、言ってくれてね、ありがたい。博士、名古屋の宣伝部長に誰も任命してないのになんか。誰も任命してないのに、宣伝部長任しとけって言われたんですよ。宣伝しに行った。はいはいはい。すごいな。北野誠さんから何か全部動かすからって、名古屋は。確かに。はいはい。そうだよね。あと見てもらうとね、みんなほら、いろんな芸人さんがいるってことは分かるとね。そうですね。そうですね。ドキュメンタリーだからさ。いよいよ来週。そう、3月1日。金曜日。はい。本当に1週間後でございます。ぜひとも最初の1週間はいっぱいになってほしいなと思っているわけでございます。そうですね。豪華ですもんね。キョンキョンの、ナレーションですよ。ナレーション。いいですね。キョンキョンナレーションで。キョンキョン。ああいう隙間を土屋が埋めるから、ナレーション。隙間。もう、本当。隙間。それで俺がタイトル書いてるから。タイトル、漫才、ダッダン、タイトル。私の字ですから。大事ですよ。大変ですよ。エンディングテーマ、ザ・ハイロードさん。もう豪華なんです。そうです。ところどころ先生のトークライブもあって。メイザーの模様とか全部な。あそこだとだから、爆笑とかサンドイッチマン、すごいメジャー感あるんだよ。俺と喋ってからさ、それも使うからさ、メイザーでのシーンがね、爆笑とかね、サンドイッチマンも出てくる。いじりながら。そうね、大変だよ、本当に。どうなんだ、磯山はどうしたんだろう。ん？お前はなんだ、ランクし合っても7位なんだろ、お前。そうなんですよ。テレビを見たい夜、夜、ロンドンハーツだっけ、あれ。久しぶりに。なんか、順番つけんで、ランク。そうなんですよ。お前7位だったらか。トロサーモンの久保田さんが、まあ、付き合いたいランキング。彼が、そうか、選んだベスト10なんです。そうなんですよ。で、あれの前は、2本撮りだったんですけど、1本目は、業界の人たちの評判ランキングみたいなやつで、朝日奈央ちゃんが1位で、で、2位が石山だったんですよ。っていうやつがあった中で、2本目が今度は私が7位
で、朝日奈央ちゃんが最下位だったんです。本当逆の。全く逆になっちゃったね。逆の感じになって。スタッフが選ぶ、あれだと、ベスト10だと、1、はい、2、ちょっと、ワン、ツーだったの。そうなんです、ワン、ツーが。で、今度7、8、ビリビリ。あ、そうか。久保田さんだと、最下位だと。久保田君の独特な感性あるからね。感性が違うな。いや、そんな、その独特って、ね、人のね、タイプだからね。感性だからね。あれなんですけど、その1位に熊田曜子ちゃんが出た瞬間に、あ、違うからなって思いますね、ちょっと。なんだ、やっぱそうだな。守備思考がな、いやそうだね、本当ですよ、残念でした。クマちゃんって言うの？熊田陽子ちゃんね。熊ちゃん。熊ちゃんって言うの？俺、ハッちゃんだかクマちゃんだか。ハッちゃんだ。ハッちゃん、クマちゃんみたいな。俺、クマちゃんって呼んでるの？名古屋の番組とかね、本当に勝手に呼んでるじゃなくて、まあまあ、勝手にも呼んでたけど、大体本人の前でも、クマちゃんって呼んでますよ。言うの？俺もだから、ミトちゃんって呼んでんだから。そうだ、ミトちゃんと。俺、普通に呼んでるから、ミトちゃんって。ミトちゃんみんな呼んでるんですよ。あ、そうだ。三浦アナウンサー、日テレの。三浦アナウンサー、ミトちゃんってみんな呼んでるんですよ。通常、あだ名じゃないのね。ミトちゃんって。まあ、ミトちゃんってみんな呼んでるんですよ。あの、オードリーさんのね。そうそう、いるんだよ。見てさ、若さまと同じタイミングで手振っちゃったから恥ずかしくてさ。世間のバルコニーが隣同士で、その三浦さんも、あの、高田先生が、それ。一緒に手振ってたの。ラジオでそれを話してくださって恥ずかしいと、なんか私のこと知ってるんだっていうのにびっくりして、ありがたかったですって言って、爆笑さんも随分楽しそうだなって高田さん楽しそうだな、なんか目が合ったってのことはしゃいでたよ、目が合ったって若さまと目が合ったって3階から嘘だ、目が合うわけない、アイドルのコンサート行く、先生の眼力だって合うんじゃないかと思いますよね、本当だよ、いろんなことがあるよね、本当ですよ、ありがたいです。松村ちゃんと朝ごはんさ、ちゃんと山本のり食べてきた、ちゃんと50種類やってくれたんだよ、山本のりの CM ギネスだからね、あれコマーシャル、山本山はね、山本のり、山本のりですからね、いいよな、57でな、本当もっと、まあ、なんか正直なんか偉い会社にいらっしゃったんですよね、勤められてね、そうね、そこからね、なんか人も品がありますよね。あの山本陽子さんっていう人、ちょっとあの橋田壽賀子さんのドラマもよく見てました。坂上忍がまだ子役の頃のちょっと俺も隣の芝生とかね見てたんで、前田銀さんの奥さんだったんで、よく見てましたね、山本陽子さんね、いろんな、そうですね、じゃあまあ行きますか、はい行きましょうか、俺も山本山と間違ってます、山本山と、はい、じゃあ運命の出会い、衝撃の出会いを大募集、はい、高田文夫と松村邦洋と北山さやかのラジオビバリーヒルズ、さあそういうわけで3連休、はい、初日なんですけれども、はい、各地で雨や雪が降っているところもある、ね、ということなんですね、これだけ暖かかったから余計寒い感じね、すごい寒いですよね、まあ、ドライバーの皆さん、そしてお出かけの皆さんもですね、あのスリップ事故だったりとかね、あの道路凍結するところもありますので、ね、ご注意ください、あとこの後ですね、3連休お出かけするのにぴったりなおすすめイベント情報もご紹介しますので、お知らせいっぱいあったよ、早くして、はい、お楽しみにしてください、たっぷりあるから、たっぷりあります、はい、そんなこんなで今日も1時まで生放送、日本放送ラジオビバリーヒルズ、口の減らないやつ、この時間は白鶴酒造がお送りします。こんにちは、小沢幸芳です。ここで一つストレッチいかがですか。はい、両腕を広げてそのまま頭の上へ大きく円を描いて、白鶴丸、日本の酒白鶴の丸、お酒は二十歳になってから。日本放送ラジオビバリーヒルズ、はい、そういうわけで今度はメールの、はい、募集でございます。今日のテーマは、はい、本日公開の映画マッチングにちなみまして、マッチングってのあんの今日、はい、運命の出会い、衝撃の出会いというテーマで、はい、募集したいと思います。この映画マッチングなんですけれども、今や出会いのツールの大本命となったマッチングアプリを、マッチングアプリね、テーマに出会いの裏に仕掛けられた、マッチングやってんの、やってないんですよね、マッチングアプリやってないの、やってないの、やってないの、そうなんか引っかかりそうですね、どうやってやるんですかね、携帯、出会いなんですけど、その裏に仕掛けられた恐怖を
オリジナルストーリーで描く新感覚サスペンススリラーとなっております。マッチングで引っかかんだ。そうなんですよ。マッチング先生だ。マッチングです。マッチング違うんだ。また別なんか別物、それは別物。別物でございます。こちらマッチングでございます。マッチングマチコ先生ストーリーなんですけれども、ウェディングプランナーとして仕事が充実している一方で、恋愛の奥手なリンカは同僚の後押しでマッチングアプリに登録することに。はい、で勇気を出してデートに臨んだリンカなんですが、うん、現れたのはプロフィールとは別人のように暗い男、トム。そうなんだよね、大体、はい、まあ、あるあるちゃあるあるかもしれないですけど、うんうん、その後もメッセージを繰り返し送るトムに、恐怖を感じたリンカは取引先でマッチングアプリ運営会社プログラマーの影山に助けを求めることに。けれど同じ頃にですね、アプリ婚をした夫婦が惨殺される。アプリコ、そのマッチングアプリで出会ってそのまま結婚したという夫婦が惨殺される事件が連続して。暗い男トムって日本人じゃないのかよ。いやいや日本人だと思うんですけど、漢字の方のトムか、漢字の方のトムでございます。 TOM じゃなくてな、はい、うん、さあそして事件が発生するんですけれども、被害者たちがリンカの勤める結婚式場で式を挙げていることが判明するというストーリーなんですね。はい、この辺がどう絡んでくるのかというところなんですけれども、はい、主人公リンカを土屋太鳳さん、土屋太鳳先生の、はい、すごいね。で狂気のストーカー永山トムをスノーマンの佐久間大介さんが演じてます。そしてリンカを助けるプログラマーは影山剛を金子信明さんが演じます。ですのでこの作品にちなみまして、あなたの思い出に残る出会いや運命を変えた出会いなど出会いにまつわるエピソードを募集します。出会いにまつわるやつね、はい、もう人でも本でも映画でも何でもいいです。どんな出会いでも構いません。受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 ファックス番号は 0570-02-1242 です。いつものように全てのメールの中から抽選で3名様にビバリ名シールプレゼントします、はい、そして今日はですね、この映画マッチングのですね、ムビチケ2枚と原作小説をセットにして4名様に、はい、プレゼントいたします。小説も、いいね、はい、うん、欲しいという方、はい、あなたの住所と本名、電話番号を必ず書いて、お送りください。本名ね、はい、ゲンジラとか使わないよね、うん、ですね、マジで、マチキは嫌でアリンスとか、そうじゃない。ゲンジラとか使わない。ゲンジラでもいつの時代か、ちょっと名前嫌でアリンスみたいな。アリンスみたいな。じゃなくて、アリンスなしでお願いします。ノーアリンスで。ノーアリンスでお願いします。よろしくお願いします。ノーアリンスで。マチキ、ノーマチキで。応募してくださった方はですね、例によって、マチキでアリンス。週刊 IQ クイズの自動エントリーとなりますので、ご了承ください。で、どうしてもクイズがちょっとなという方はですね、カモちゃんスタイルだろ。はい。そう懐かしいな、うん、中にクイズは不適切と、はいはいはい、今日放送ですから、ね、そうですね、クドカも聞いてるから、これは喜んじゃう、また喜んじゃう。クイズは不適切と書いていただければ。親子関係が分かんない、中リーサさんがどう思う、ね、親子関係が謎だな、血筋が入ってるんかな、なんかなんかピリピリってなるしな、ピリッとなる、ね、近づくとうーってなるし、そうそう、近場ピリッ、はい、たくさんの出会いのメールをお待ちしております。想像してください。例えば海外旅行から帰ってきた時の和食の安心感、落ち着くわ。 NTT 東日本の光回線はそれぐらいの安心感、高品質かつ充実した保守体制で備えます。ウェブで検索 NTT 東日本。カバライ金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずは、あなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法。この時間は高リッチ続々オープンハウスがお送りします。全然足りない。何が？もっともっとあるでしょ。だから何が？土地あるでしょ。オープンハウスはマンション事業用地の買取強化中。50坪からご相談ください。お電話は0120-418-021 まで。林
やペイさん、今日は天皇誕生日ですが他には誰が？今日はね、北大路欣也さんにね、宇崎竜童さんに、月天アッポーさんにね、野口五郎さんに、あら、オルナトリップやってた中島みゆきさんのバースデーみたいな、あとはね、223で富士山の日、トゥットゥゴーは225トゥットゥゴー。はい、今日のちょっといい話、ここでお送りしたいと思います。はい、ますお魚が好きな方に耳寄りなイベント情報です。お魚？はい、お魚でございます。そちらでございます。はい、はい、昨日木曜からあさって25日日曜まで、うん、代々木公園で開催されているのが、日本最大級の魚介グルメの祭典、魚ジャパンフェス in 代々木公園。それやってるの今。はい、雨じゃかわいそうだな、今日。そうですね。あいにくのという感じですけれどもね。じゃ、魚ジャパン。そうなんです。今回もですね、うん、東日本大震災からの復興支援を目的にした常磐ものと呼ばれる福島県産の魚介を使った、そうだね、はい、料理が使われます。常磐ものだもんな。そうですね、常磐ものですね。常磐もの、こっちは常磐もの、はい、そうです、常磐もの、はい、常磐もの、はい、常磐もの、福島お魚祭りが同時に開催されているということなんですね。まあ本当にこうあいにくの空模様となっておりますけれども、はい、明日は晴れるかもしれないですね。はい、ね、はい、やっぱり常磐もの最高だね。出た。しかもこの魚、はあ、浜ちゃんが釣ってきましたからね。そうなんですか、そうなんですか、釣ってきたんですか。いたね、あそこ、喫茶店いたね。喫茶店いたよ。こちらがいたよ、こちら。こちら、そう、絡んでた。本物が出たよ、本物が。忙しいな、みんな。マエストロ見てくれてんのはね、高田さん。もっと宣伝してよ、黒缶ばっかりやって、あんた。こちらが終わっちゃったから。こちらが終わったら全くやるんだもん。おすすめメニューなんですけれども、のどぐろ炙りと、ひらめの漬け丼は、白身のトロと呼ばれるのどぐろと、常磐ものの代表、ひらめがコラボしている丼です。そして、のどぐろ入り、福島全部のせハッシュ丼。全部のせ。はですね、いわきの小名浜、海星高校の生徒たちが練習船福島丸で取ったマグロの切り落としやネギトロ、この時期にしか味わえない生白魚や、油の乗ったアナゴにイクラも添えててんこ盛りとなっております。贅沢だね。贅沢でございます。その他ですね、白魚三色丼、福島マグロ、福島丸マグロ丼、ウニ貝焼きにホッキ飯やホッキグラタンといった魚介料理に加えまして、福島牛とホタテのステーキや、常磐もののタラを使用したネギ塩を牛タンに包んで食べる常磐ものタラ入りネギ塩牛タンなど、お肉料理も方もね、豊富となっております。すごいんです。さらにそうなんです、常磐煮干し濃厚味噌中華そば、常磐もの魚介具沢山タイラーメンなどね、人気ということですね。はい、そして北海道三陸地域の厳選魚介料理を集めた食べて応援、日本の幸エリアも開設です。こちらではネギマナベやホタテのバター醤油焼き、アワビの浜焼きというね、いろいろあるということなんですが、はい、さらにですね、福島県の特産品を使ったスイーツが楽しめる福島スイーツフェスティバルも開催中です。こちらスイーツのメニューは高校生が考案したということです。あさって日曜まで開催されています。明日サンドイッチマンのラジオでティモンディの2人が中継リポートするということなので、ぜひぜひ。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。一塁に光るです。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている番組、一塁に光るの種。メッセージテーマは日替わりです。皆さんからのお便りを次々と紹介していくことで、話の花を咲かせていきたいと思っております。一塁に光るの種は今日夕方5時30分から。ここで千葉工業銀行がお送りする産経新聞ニュースです。
ニュースデスクの小永井さん、お願いします。はい、お伝えします。今日の関東地方は厳しい寒さとなっています。日本気象協会によりますと、午前11時現在の気温は東京都心で 2.9 度、横浜 3.1 度、千葉 2.9 度、埼玉では 3.2 度となっています。寒さ対策十分になさってください。天皇陛下は今日64歳の誕生日を迎えられました。誕生日を祝う一般参賀が今日皇居で催され、陛下が訪れた人々を前に挨拶されました。冷たい雨が降る厳しい寒さの中、誕生日にこのように来ていただき、皆さんから祝っていただくことを誠にありがたく思います。一般参賀は合わせて3回実施され、陛下は皇后さまや長女の愛子さま、秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さまとともに宮殿調和殿のベランダに並び、集まった人々から祝賀を受けられました。一般参賀は新型コロナウイルス対策として去年は事前申し込み制を取りましたが、今年は申し込み不要とし、1回あたり最大2万人程度の入場規制を行っています。また天皇陛下は誕生日を前に行われた記者会見で、能登半島地震について、皇后さまと共に被災地へ見舞いに訪れたい意向を明らかにされました。私としては現地の復旧の状況を見つつ、被災者の皆さんのお気持ちや被災自治体をはじめとする関係者の考えを伺いながら、訪問できるようになりましたら雅子と共に被災地へのお見舞いができればと考えております。次に、ブラジルで開かれていた G20 20の国と地域の外相会合が22日閉幕しました。ブラジルのビエイラ外相は議長総括で、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が続くパレスチナ情勢をめぐり、パレスチナ国家の樹立によるイスラエルとの二国家共存が唯一の解決策だという認識で事実上一致したと明らかにしました。ただ共同文書の取りまとめは見送りました。日本相撲協会は今日、東京の両国国技館で臨時理事会を開き、弟子の幕内力士、北青鵬の暴力行為に対する監督責任で、元横綱白鵬の宮城野親方に2階級降格と報酬減額の処分を下しました。また北青鵬には引退勧告処分を下しました。元横綱白鵬の宮城野親方は2階級降格により、委員から最下位の年寄りに転落します。おしまいに、アメリカメジャーリーグは22日オープン戦が始まり、今シーズン加入したパドレスの松井裕樹投手はドジャース戦に5番手で登板して、1回を3者三振と好投しました。オープン戦に出場しなかったドジャースの山本由伸投手は実戦形式のピッチング練習を行い、バッター10人に43球を投げてヒット性の打球を許さず三振を6つ奪いました。また大谷翔平選手は別メニューで調整しました。お聞きの日本放送では3月20日と21日に韓国で行われるドジャース対パドレスの開幕戦を実況生中継でお送りします。また日本のプロ野球のオープン戦も今日からスタートします。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。おっと、監督がベンチから飛び出しました。判定に抗議ですかね。どうやら抗議じゃなくて抗議です。千葉抗議です。みんな笑顔になってますよ。地域密着ですね。もっと身近に With You 千葉工業銀行です。千葉工業。続いて、網戸のことなら日照がお送りする日本放送天気予報です。3連休初日の今日の関東は昼過ぎにかけて断続的に雪や雨が降るでしょう。東京も曇り時々雨か雪、山沿いだけでなく内陸部の平地でも雪が積もる恐れがあります。車でお出かけの際は路面状況の変化にご注意ください。日中の最高気温は東京都心、横浜、千葉、埼玉でいずれも5度と昨日より3度ほど低いでしょう。3連休の中日、明日土曜日は晴れてお出かけ日和になりそうです。以上、天気予報でした。フィギュアスケーターの渡辺美です。
網戸のことなら日照にお任せですよね、日照さん。どんなサイズの網戸でもどんな窓にも網戸を作り続けて半世紀以上の歴史を持つ日照が諦めずに。通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で13キロの渋滞、さらに大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの松田バス停で11キロ渋滞しています。雪のため中央道の小淵沢インターと伊北インターの間はタイヤチェーンまたは冬用のタイヤなど滑り止めが必要になっています。この影響で下り線は小淵沢インターで7キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に海老名ジャンクション方面に向かう内回りが10キロの渋滞、外回りは8キロ渋滞しています。関越道の下り線は特に渋川伊香保インター付近で16キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路に伸びて7キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの原がお伝えしました。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時27分頃お伝えします。この後はまっちゃんがリスナーと対戦、週刊 IQ クイズです。山内圭介コンサートツアー2024、4月9日火曜日、相模女子大学グリーンホールで午後2時開演。チケットは好評発売中。日本放送イベントホームページまたは山内圭介で検索してください。ババババンゼフリー、ババババンゼフリー。それ何の歌？え、知らないの？ボンズフリー、完全無料でオンラインゲームが遊び放題、いつでもちょっと空いた時間に遊べるからめっちゃ便利。なんか歌も癖になるけどゲームも楽しそうね。ババババンズフリー、ババババンズフリー。おいしいルルルルバンバタロール。あ、いい香り、柔らかい、マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルバンバターロール。羽鳥先生、わてまだまだブギ歌いたいです。オッケー、福来くん、その言葉でやる気とメロディーが湧いてきたよ。ほらできたよ、ビバリーブギー3210、ビバリーブギーウギー。楽しいお方も悲しいお方もいいね、ブギウギだよ。昨日は夜中でさ、ブギウギ音楽会やったら知ってる？再放送で、NHK で。それで、服部さんのほら、孫が。はいはいはい。それでさ、ひ孫まで出てきてさ、バイオリンザーって弾いて、でブギウギのさ、全部メドレーやったんだよ。知らないんだよ、お前。もうブギウギ博士だから、俺は。あ、そうですか。博士、ブギウギ聞いてくれよ。ブギウギ。3210! 3210。何だよ、そういう指差しよ。歌えみたいに言うね。お前、楽長の、おいそうだな、お前は。楽町のおいそうだな、お前は。あ、そうなんですね。そうなんだよ、お前。知らないだろ、お前。そうなんだよ、この辺、あそこ、有楽町にいたさ、昔は、まあ今、まあ放送的には何なんだけど、パンパンっていうね、ドラマなんか出てくるんですよ。有楽町にはびくるお姉さんの方を、楽町のって言うんだよ。あ、そうなんですか。有楽町のシャレなんだよ。ああ、なるほど。だから俺、ほら、仕切ってたから、全部。あのお姉さん仕切ってた、俺。はい、戦後、GHQ に間入ってさ、お客さんいるよ、みたいなさ。大変だったんだよ。だから GHQ が終わったろ？だから、米兵やなんか相手に、変な話だけど、パンパンがいたんだよ。有楽町にいたんだよ、いっぱい。すぐそこに。それで楽町のなんとか出てくるじゃん、あの、田中玲奈。あ、田中玲奈さんが出てくる。あの子、あの子、あれ2000人ぐらいいたんだよ、当時。それを仕切ってたん、全部。そうなんすか？スケバンデカみたいなもんだ。はいはい。全部仕切ってたんだ、楽町な。はい、田中玲奈、いい役だよ。佐々木先生、話がくどかになりますね。くどかじゃないんだよ、これは。ブギウギだよ、ブギウギ。はいはい。な、聞いてくれよ、お前。うわ、すげえ。2000人いたんですか。え、そうだよ、もう、古文はもう、楽町はすごい、そこ、すぐそこだもん。で、立ちんぼしたらみんな。そうだよ、お前、今、日本放送ルールしてるけど。先生、あとで、放送じゃ言えないところで、お願いしますと、細かく。おいくらぐらいです、バカ野郎。行きましょう。ちょっと楽勝のおいしそう、うるさいね。はいはい、あんたたちちゃんとやりなさいよ、本当に。出た、楽勝のおいしそう、あんたたち。それで金曜日のお相手ははい、松村邦洋と北山さやかです。そして金曜日はこのコーナー、週刊 IQ クイズ。
そう楽町ね、かっこいい、楽町のお磯だから歴史ですね、有楽町を楽町って呼んだんだよみんな。確かにそういうことか、なんか蘇ってきますね、蘇ってくるよ俺、はい、体が覚えてるから俺の場合は。そうなんですか。体がどんな商売してたんだ俺。俺の体はどうなってんだろう、通り過ぎた男たちみたいな。どんな芸人になっちゃって、どんな仕事してたんだ俺。シュウ船長どんな年表なんですか。いきますよ、それでいきましょう、このコーナー週刊 IQ クイズ。もう一回、どんな年表なんですか先生。やったやった、たまにあるやつです、これ。ちょっとたまにあるやつ、もう分かんないんだよ、無理もないもん、75だよお前。これでもだって楽長から知ってんだから俺は、全部そうですね、体で覚えてんだから、全部体で覚えてんだ、それがよく分かんない。先生、副音声で説明してもらえますか。全部説明してるよ、本当に見てんだけど。先生に見に行きなよ朝ブギウギ。迷惑じゃなかったら行きたいな、そんな副音声やれるんだったら。先生の迷惑だよ。さあ1週間芸能スポーツ情報クイズで出題します。リスナーさんとの交流戦をお届けしております。まっちゃんに勝てば芸能コースは賞金5,000円、はい、スポーツコース1万円プレゼントしております。そうです、今シーズンのまっちゃんの成績、5勝7敗、はい、いい感じ。そうです、これはちょっと追い上げたからね。そうですね、追い上げたね。はい、そして参加してくださった皆さんに、勝っても負けても嬉しい参加賞あります。はい、今月は2000円分の図書カードをお送りしております。楽町の方からお送りしますからね。楽町から、はい。楽町の方からお送りします。すね、楽町から。楽町から。田中玲奈さんだね。誰だね、楽町なんだ。それ言ってたからね。あれも、もう、全部仕切ってたんだ、あの人が。実際言うからね。俺元の写真持ってるけどね。すごいよ。あのモデルになってね。ね、モデルになった方もいらっしゃるんですね。はい、さあ行きましょう。まずは賞金5000円の芸能コースです。はい、豊島区にお住まいの正人さんです。正人さん、はい、はいはい。あ、この間金曜日、先週か、お誕生日で59歳になったということでございます。59、じゃあもうすぐ還暦ってことか。ビバリ25年ぐらい聞いてくださっていて、お子さん5人いらっしゃる。すごい。5人びっくりしますよね。この時代の、偉いね。ねえ。あ、長女、次女、三女、四女まで行って、それで男の子がやっと5番目に現れたんだ。長男が。19歳がいるから。みんな上は30から。すえらいね。お宮の松みたいだな。あ、本当ですね。お宮の松もっといるんですかね。もっといるのかな。あいつ25、6人じゃん。何人いるんですか、お宮の松。25、6人。怖いんです、今。一つ屋根の人は、はいはいはい。入らない、一つ屋根。好きな芸能人。好きな芸能人のところに、松村邦洋って書いてあります。嬉しいですね。なんでなんだろう。ねえ、なんでだって言うのよ。なんでだろう。なんでだろう。なんだ。ねえ。あ、います、います。はい。吉根京子。あ、そうだ、女優さん。2人がのドラマ役で、不思議ですね。で、モノマネは、まっちゃんはやっぱり私は、西田敏行さんがしました。まあ、さっきからやってますね。言ってました。フィッシュウィークですよ。フィッシュウィーク。ね。豊島区のまさひとちゃん。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。いやー、ご苦労様だね。偉いね、育児。いやー大変でした。4人一緒に保育園に連れて行ったこともあります。あ、4人をまとめて連れてた、ね、年齢的にそうですよね。同じ時期になったのあんの。そうですね。偉いね。はい、まあ変な話だけど、やっぱり男の子が最後出てなんかほっとしたんじゃないの。女性ばっかりだったし、ね、やっぱり嬉しかったですね。キャッチボールしたかったんで。ああ、わかるわかる。ああ、はい、そうか。うん、それでやってくれた子供は。そうですね、あの野球やってました。ああ、嬉しいね。小学校まで。小学校までね。もうやめちゃった野球。それから、なんか、テニスの方に変わりました。テニス。そうか、いいね、かっこいいね。運動してるっていうのはいいことだね。お父さんなんだよ、仕事は。ウーバーイーツ、野菜。軽自動車で。OK。二刀流の配送の仕事をしてます。二刀流の配送。二刀流っていうのは、はい。午前中は、大田市場から野菜を運んで。大田市場から。うん。野菜ね。午後はウーバーイーツやってます。午後はウーバーやってんの？はい。すごい、若林みたいじゃん。若様と一緒ですね。若様と一緒。ウーバーイーツやってんの。偉いね。今日も雨なんで忙しいですね。あ、そうか。やっぱりそのぐらい働かないと、6人も7人もご飯食べられないもんな。そうですね。休みなく働かないと。ねえ。ダメですね。でももう長女は働いてんじゃない？長女、次女は。そうですね。次女、三女ももう働いてます。あ、そう。はい、少しは入れてくれるの、家に。入れてくれます。じゃあ、まあ、どうにかね、やってくれるね。そうですね。まあ、よかったね、育ててね。ね、はい、ああ、安心だ。よし、じゃあ、音出してください。はい。はい。お、なんだ、笛ね。あ、
定です。聞こえますか？はい、はい、聞こえます。聞こえますよ。まっちゃんが好きということなんですけど、どこら辺が好きなんですか？なぜ？まっちゃんは中野区のハンコ屋さんの上にいる時からよく知ってますね。バラされちゃった。赤池ハンコ屋さんの駅前のよく住んでたの。赤池のおばちゃんにお世話になったね。はい、そこに配達に行ってたこともあるんですよね。配達？はい、ハンコ屋さんに配達に行ってたこともあるんで。そうかそうか、あれ作ってるんだよ、ま、ちゃんと、うん、全部家も知ってたわけだね。知ってます、知ってます。それぐらい好きなんだ。赤池の隣だからね、俺、うん、はいはい、知ってるっすよ。ねえ、あちゃんち行ったことあるんじゃない？あるね、一生懸命なのですね。これは面白いや。はい、行きましょう。問題は7問です。4問正解した方の勝ちです。知ってる。では参ります。ハンコ屋の上、週刊芸能 IQ クイズスタート。第1問、16万人が一つになりました。これ言った、俺も一つだったよ。18日オードリーのオールナイトニッポンの放送15周年を記念した。宇宙飛行士の野口さんが左にいて、右にある石川の霞ちゃんがいたんだ。んで、なんとか坂も土下座坂なんだ、いっぱいいたんだ。日向坂とかいっぱいいたんだ。そこに囲まれたんだ、ね、野口さんしか出てこなかった。すごいっすね、野口さんから石川霞ちゃん。すごい囲まれて、はい、すごい席だったろ、お前。なんとか坂、ね、はい、なんとか坂、ね、こんな坂、こんな坂、はい、はい、まさかの坂、さあ、その18日ね、はい、15周年を記念しました番組イベントが東京ドームで行われました、はい、イベントには豪華ゲストとして月曜日バリーでもおなじみの松本明子さんも登場しました。で、ね、で、松本明子さんがですね、登場した時に、うん、ある曲のイントロ、あ、待って、これは知ってるだろ、はい、オスメスキス、はい、イントロ流れて歌おうとすると終わっちゃう、終わっちゃうパターンだな。では、パターンすね。アッコさんの歌手デビュー曲のタイトルといえば何でしょう、はい、オスメスキスでした。みんなに言われたら、あれ、アッコさん後ろにさ、息子いたよねって、みんなで大きい画面で映っちゃったから、アップで映ったんだ、ね、息子連れてきたんだよ、ね、みんな言って、俺、息子いたよね。それがテレビでおなじみの息子ですね。出てましたからね。やたらと出てますよね、今ね。そうそう、もう就職決まったからな。そうですね。さあ、まずはまっちゃんが先生です。はい、では参ります、第2問。試写会でキス芸を披露しました。あ、これだろうね、うん、21日ナイツの花輪さんが監督を務めた漫才協会ザ・ムービーの試写会が行われました、はい、この試写会には漫才協会のある芸人さんがゲストで登場し、はい、ダチョウ倶楽部さんのキス芸を披露したのですが、はい、そのダチョウ言ってたからな、つる現場行ってたから強いよ、つるこれはもう笑っちゃってる、怖い、それで笑うのが怖い、はい、ですね、赤坂コルトンブルールでやった、おぼんこぼん師匠、はい、そうね、言ったから、はい、誰でしょう、おぼんこぼん師匠でした、はい、マサヒトさん、すいません、もう待っちゃう、あ、大丈夫です、ね、さあ、これから頑張ろう、マサヒトさん、はい、はい、では続いて第3問です。演歌の女王が登場しました。演歌の女王、19日月曜日バリーのゲストに演歌歌手の坂本冬美さんが登場しました。坂本冬美さんは何でもベスト3のコーナーで小さな幸せを感じるものを教えてくれたのですが、ね、では坂本冬美さんが1位に選んだものは次のうち3択です。どれでしょうか、1、 YouTube がたくさん再生されること、2、 韓流ドラマを見ること、うん、お、なったね、お、大丈夫、正人、いく、2番、韓流ドラマ、はい、あ、すごい、聞いてくださってましたか、聞いてました、ありがとうございます、好きなんだってさ、韓流ドラマが、ねえ、めちゃくちゃ私もハマってます今、そう、はい、あの、結局何が魅力なの、俺見たことないんだけどさ、何が魅力、いや、うん、いろいろあります、まあ、見てる、出てる人もかっこいい、恋の駆け引きやるばっかりだったの、そのキュンキュンもそうです、ミステリーもドロドロで面白いですし、ミステリーも入ってくるの、はい、で、なんかその次回つなぐ最後の終わり方がうまいんですよ、あ、ここでまた次見るようにね、はぁーってなっちゃうんですよ、はぁーってなっちゃう、韓流たらんみたいな、ずっと見ちゃうっていう、そうなんだ、すごいです、昔の赤いシリーズみたいなんじゃないの、ああ、そうだね、雰囲気が東海テレビみたいなやつじゃないの、ああ、東海テレビやってましたね、バラとなんとかとか、でもそんな感じでございます、ね、はい、さあ2対1、まっちゃんリードしております。では第4問、MC クラスの芸人さんが大集合しました。特番ね、17日テレビ朝日65周年特番として、うん、MC 芸人奇跡の一夜、よくぞ集まったスペシャルが放送されました、うん、
この番組には人気バラエティ番組を支える芸人の皆さんが出演したのですが、では今からこの番組に出演したある芸人さんのレギュラー番組のタイトルを紹介しますので、はい、その芸人さんが誰か分かったら答えてください。はい、1個目からいきますね。早く出せよ、お前ら。ずるずるとしてるじゃん。いきなりでいいかな。いきます。躊躇してんだ、お前は。ザ・突破ファイル。ザ・突破ファイル。噂のお客様。噂のお客様。帰れマンデー見っけたい。あ、これもう分かったな。10万円でできるかな。うん。〇〇と足田マナの博士ちゃん。ま、出た。なった今、まさひと、なった。はい、どうぞ。あ、なりました。はい。はい。あ、サンドイッチマン。ナイス。はい、サンドイッチマンさんでした。そうだね。ね、うん、たくさん出てんな。はい。そうですね。さあ、2対2、同点でございます。はい、2対2。では、第5問。子役時代にお世話になりました。子役時代？子役？はい。本日夜に放送され、エギトショー。あー、マグマ大使。知ってんね。マグマ大使。エギトショーでマグマ大使はなかなか出ないよ。知ってんね。さすがだよ。落ち着け。違います。はい。違います。本日夜に放送されるトーク番組『徹子の部屋』、今日特番だ。徹子の部屋。49年目突入スペシャルに、うんうん、女優の芦田愛菜さんがゲストで登場することが分かりました。芦田愛菜さんといえば子役時代にドラマ『マルモのおきて』で超人気俳優の方と共演されているのですが、うんうん、では現在放送されているドラマ『不適切にも程がある』ではい、まさひと、はい、阿部サダヲさん。阿部サダヲさすがです。主演務めている俳優さん誰でしょう。阿部サダヲさんでした。そうだ、はい、藤井聡太さんも、将棋の藤井聡太さんも出るということですね。マツコデラックスさんも徹子の部屋ね。はい、あ、そうかそうか、スペシャルだ、スペシャルね、スペシャルです。3対2となりました。はい、正人リード、リーチ、はい、このままいってください。頑張ってください、はい、第6問、改名で人気者を目指します。はい、そういきなりでした。名前変えるやつね。そうなんです、名前を変えました。21日お笑いコンビ A マッソの村上さんが芸名を村キャミに。何それ。村キャミに変えた。村キャミ、はい、村キャミに変えたの。まあ、お誕生日ということでなんか改名したことが話題。誕生日だったみたいで、はい、うんうん、に話題になりました。で、芸能人の方が改名をすると、うん、その度に新しい名前が注目されますが、うん、では次の3人のうち複数回改名を繰り返している何回か変えた人ね、はい、芸人さんは誰でしょう、はい、3択です。1、カモン達夫さん。おう、2、毒マムシサンタユーさん。3代よね。3、千田光雄さん。おもちゃになった。へえ、このサリーなんか改名を何回もだからね。何回もですよね。うーん、あんまりこれ改名後の名前あんまり有名じゃないけどね。あんまり。あ、分かった、空振りしてるからね。千田光雄さん。そう、千田光雄ね。2000年の時、2000田光雄になりましたね。2000年の1年間限定で2000田光雄、はい、で2009年の3ヶ月限定で浦島光雄。覚えてますかって言ってましたよね。浦島光雄、はい、あとブッシュ中村も名乗ったことがあったんです。全然知らないけど、誰も知らない、ね、そうそう、誰も知らないだろこれ。後半はほとんど分かんないですね。誰も解明の意味がないだろ。意味がないですね。ねえ、さあ、3対3ダブルリーチです。浦島光雄知らないよ。確かに知らなかった。さあ、では決勝問題です。これわかるかな。地元の皆さんに協力してもらう番組です。20日優れた番組に贈られる賞、ギャラクシー賞にロバート秋山さんの冠番組秋山ロケ、ロケの地図、これとヒム太郎が一番面白いね今、うん、が選ばれます。これとヒム太郎が一番面白いよ。ロバートの秋山さんといえば、2011年にコントの大会、うん、キングオブコントで優勝し、現在は大会の審査員も務めていますが、はい、では去年のキングオブコントで優勝したコンビとは誰でしょうか。去年ついこの間だもんな、はい、なんまだ年上2だから頑張って。ついこの間のほらあれだよ、コントの動物的な、動物的な、まさひと、動物、動物的な、アニマル的な、アニマル的、アニマル的な、動物が2つ、アニマル2つ、ツーアニマル、ツーアニマル、ツーアニマル、まさひと、ツーアニマル、ツーアニマル、ズ、ツーアニマル、ズ、ツーアニマル、ツーアニマルだよ、何と何で、そうだよ、合体みたいなさ、
合体みたいな。松村は？合体。合体わかんないの？合体なんだっけ？道夫みたいなやつだよ。合体みたいな。あずさ、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 みちお、違いますかね。何そのみちお、みちおだよ、合体っていうトム・ブラウンだよ。あ、トム・ブラウンだ、こと言ったんだよ、合体だ。あ、そうだ。さあ、まさひと、チャンス。さ、ほら、え、なんて言った、さつった、さつった、さ、一番最後はら、さ、さで終わって、始まって、最後ら、と、もう忘れるだろ、お前、まさひと、さ、さだよ、おいら、言っちゃったじゃん。頑張って。さっちゃって。おいや。言ってない。私言ってないですよ。言っちゃったじゃん。ほらほら、まさひとほら。さ。子供のためにも頑張れよ。子供のためにも。ほら。さっと。ゴリラ。ほら、ガラスの向こうに子供たちがいっぱい見てるよ。私たちが言いたいみたいな。答え言いたいみたいな。子供たち。さっき一之輔のとこにいた子供だからね。また、なんかいっぱい来てるみたいでね、今日ね。増えましたね。ほら、五文字で、五文字。はい、まさひと、五文字で、さで、最後がな。二匹いる、二匹いる。2アニマル。2頭いる。はい、まっちゃん。サルゴリラ。サルゴリラ。ほら。サルゴリラさんでした。はい。まさひと。惜しかった。チャンスを逸するな、またお前は。本当に。はい、2000円分の図書カードをお送りしますので。じゃあ図書カード本買ってね。はい。ありがとうございます。はい、どうもね。ありがとうございました。頑張ってください。はい。下は杉並区におしまいの。杉並区。たらいさん。たらいさん。たらいさん。ですね。現在です、お仕事産休中だそうです。産休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 本当だ。ビバリー、あ、明治さんのビバリーヒルズを行けたの。いい思い出です。ありがとうございます。来てくださった。ありがとうございます。今は生まれたての赤ちゃんがいるんで、なかなか、あ、感謝祭には行けそうですね。そうですね。そうだね。はい、そう知って、好きな芸能人。お出た。松村君。おー、二人続けましたね。続いて、選ぶの大変だったんだろう。二人抽出するの、お前。悲しいですね。オールナイト日本からの本です。すごい90年代の。木村卓球や、木村卓球や。ホップ、ステップ、スマッシュからやってたんだ、いろいろ。木村卓球や。人気コーナー、人気コーナー。あったんですよ。で、手紙が1200来たの。セリアム少ねえな、お前。少ねえな、お前。オードリー16番人が見てるのに。16番人見てるのに。ありがとうございました。はい。じゃあちょっと読んであげて。はい。タライさん。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大好きな松村くんですよ。嬉しいですね。嬉しいです。いやいや、数少ない少数な意見ですけど、ありがとうございます。どこかっていうか、なんで好きなんですか？もうオールナイトニッポン聞いたときにこんなに面白い人が世の中にいたんだって思いました。じゃあ学生時代ですか？はい、そうです。そう、ありがたいね。今も面白いですか？今はつまんないですか？今もあの東京ドーム埋められると思ってます。うわ、またそういうさ、腹にもないこと言っちゃダメよ。本当にすごいじゃないですか。じゃあ木村拓哉は聞いてたの？聞いてます。あの、採用されたこともあります。採用された。そうなんだ。木村拓哉や。はい。すごいじゃん。ねえ。これで、お子さんは2人。はい、2人。あ、今、産休中か。そこそこ。そうです。出たばっか、できたばっかりなんだ。3ヶ月。大変だね。3人目のこと。頑張ってくださいよ。頑張ってね。ありがとうございます。じゃあ、音が出るもあります。はい。はい。どうぞ。なんだそれ、おもちゃ？はい、子供のガラガラです。ガラガラ。ね、ガラガラ。じゃあそれね、大きめにね。ちょっと大きめにお願いします。はい、スポーツですよ、スポーツ。はい、好きな球団はヤクルトスワローズ。おー、いいね。いいですね。ノムさんのモノマネ好きだ。ありがとう。石川が頑張るよ、今年は。あー、嬉しいです。はい。じゃあ、問題いきます。はい、問題は7問、4問正解した方の勝ちです。では参ります。週刊スポーツ IQ クイズ、スタート。第1問です。はい。お前の返事。はい。お前のそのすっとぼけたさ、すっとんきょうな答え。はい。はい。お前舐めてんのか、お前この野郎。いや、ほんとちゃんとやって。なんだその答えは。松井さんみたいにも山田やめて、そういうのも。安倍さんかと思った一瞬。はい、いきますね、第1問。やめろ。マジで黙って。はいはい、やめろって。いきますね。レジェンドがキャンプに参加しました。
20日メジャーリーグマリナーズのインストラクターを務めるイチローさんがマリナーズのキャンプに参加しました。そうだね、うん、マリナーズにはこれまで日本人選手11名が所属していましたが、では2016年にマリナーズに所属し、現在は日本のプロ野球で活躍するシーズン200安打を2回経験している選手といえば誰でしょうか。はい、ばっちゃん。秋山選手。秋山。あ、違う。さあ、タライさん、タライさん、ヤクルト。ヤクルト。左。メジャー行って帰ってきた人。はい、行って帰ってきた人。今ベテラン。ベテランで引っ張ってる人。はい、タライさん。はい、はい。頑張って。青木選手、はい、およかった、青木の中選手でした。ずっと絞り出したね。そうそう、ここ絞り切った、はい、まずはタライさんが先生です、はい、では第2問です。昭和の価値観をアップデートしました。昭和の価値観。19日バラエティ番組中井大吾に言いたい人々にタレントの長嶋一茂さんが登場しました。一茂さんといえば元プロ野球選手のが父親で、はい、ミスタージャイアンツという愛称で呼ばれていましたが、その方の名前、まだ早いよ。こんな優しいものじゃないもん。そんな、こんな優しい。簡単じゃないですよ。この振り返れないんで。こんな簡単じゃないですから。うんうん、どうする、答えですがだよ、うん、本当に。ですが。じゃなくて、それよりあとジャイアンツのピッチャーの息子かな。うん、今テレビ出てくる。テレビに出てる。白い息子。はい、タラちゃん。白い息子ってなんで。ホワイト、ホワイト。長嶋さん一回置いといて。置いといて。はい、別、もっとこう。巨人の。巨人のほら、はい、うん。ある選手の息子さん。KK の片っぽ。うん。もうほぼ答えですよ、それ。これは。マット。マット。長嶋茂雄さんです。で同じく巨人で活躍した元プロ野球選手の桑田真澄さんの次男で、ね、現在モデルやタレントとしても活躍している人といえば誰でしょう。マットさんでした。さあ、タライさん2対0リードしております。先生の口から KK コンビとかね、ほぼ答えが、ほぼ答えが KK コンビのもう1個、ね、頑張ってほしいから。では第3問です。はい、将来が有望な力士たちが登場しました。お相撲さん。お相撲です。17日バラエティ番組ジャンクスポーツに未来の横綱大関候補の力士たちが登場しました、うん、この番組に登場した伊勢ヶ浜部屋の武尊富士さんは、うん、筋トレのしすぎで同部屋の横綱から筋トレ禁止令を出されていたのですが、筋トレ禁止令出された、うん、では伊勢ヶ浜部屋の力士で現役の横綱として活躍している方は誰でしょうか。うん、今の横綱でしょ。はい、もう一人しかいないんだよ。今一人しかいないのか。一人しかいないの。このクイズな成立しないよ。よし、よ、田内さん。はい、照ノ富士。照ノ富士。さすがでございます。一人しかいないからな。はい、さあ3対0。あっという間に田内さんリーチでございます。はい、このまま頑張ってください。はい、ありがとうございます。たらいまし。では第4問です。部下が憧れる有名人です。部下か、部下が憧れる、はい、はい、古田さんみたいになっちゃいました。部下が憧れる、やめて、お前いないから大丈夫。お前いないからちょっとやめてください先生。21日新社会人を対象にアンケートした理想の上司ランキングが発表されました。発表しましたよ、はい、男性のランキング1位はうっちゃんなんちゃんの内村さんでしたが、では5位にランクインした野球界の方といえば誰でしょうか。だって2位だって野球界いるぞ。はい、5位だよ、5位、5位わかる、5位、はい、うん、はい、松村君、はい、大谷翔平、それ2位なんだよ。大谷翔平選手は2位なんだ。1位うっちゃん、2位が大谷翔平。お、分かるのかな。はい、じゃあ行ってみましょう。タライさん5位だよ。栗山監督。ナイス。おお、そうだ、監督やったからね。栗山英樹さんでしたね。 WBC の監督もやりましたね。上司としては最高だ、はい、そうですよね。さすがだね、タライさん、ストレート勝ち。どうですか、タライさん。ちょろいもんでしょ、松村なんか。いや、松村さんと喋れて嬉しいですよ。ちょっとフリートね、はい、嬉しいですね。タライさん、
はい、ね、今日いい答えでしたよ、なかなか。いい感じの。ね、ちょっとマックにつまずいちゃったかな。マック、マットか。マックに。マットに、ね。話かした子供じゃないんだから。サラエさんには賞金1万円と2000円の図書カードを送ります、はい。たくさんお肉を食べたいということなので。食べますよ、食べますよ。もうお腹減っていただいて。食べて。お子さんもいますのでね。はい、じゃあね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。厄年にはぜひ厄除け方位除けをしましょう。2月の厄除け方位除けは関東の三大師、佐野厄除け大師、佐野厄除け大師へどうぞ。 JR 両毛線佐野駅下車、東武電車佐野市駅下車、東北自動車道佐野インターから10分です。教育評論家の小木ママこと小木直樹です。すくすく育て子どもの未来健康プロジェクト、ゲストはこの方です。関根麻里です。私も一ママとして皆さんと同じです。もう仲間がいると思うと私も頑張れるんですよ、うん、放送は今度の日曜朝6時4分から。中川家のレイジです。強しで、今日の中川家ザラジオショーには2組のゲストがやってきます。2時代前半のゲストはオズワルド、2時代後半には吉本新喜劇から島田珠代さんと吉田豊君がやってきます。珠代さんは芸歴35年、パワフルな人、ながらで聞けるからいいよね。うん、何かしながら聞けるもんね。移動しながら、家事しながら、あと漫才しながら。それはやめて、仕事中やから。あと山芋の短冊食べながらもいけるし、マグロの頬肉の刺身食べながらもいけるし、マシュマロ暖炉で焼いたやつ食べながらもいけるよね。メニューなんでもええやろ。音楽もポッドキャストも無料で楽しめる Spotify。 渡辺美希です。渡辺が新総合居酒屋を始めました。東京大井町の駅前にオープンした渡辺のこだわりのレンガイは、焼肉の上村牧場、お寿司の寿司の輪、四川中華のワンズガーデンなど渡辺グループの人気専門店が集結した新しいタイプの居酒屋です。サントリー山崎12年、渡辺ファウンダーチョイスも楽しめます。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999、157-999。出張買い取りは、カメラの北村。2月23日金曜日、磯山さやかの天気予報です。今日の関東地方の天気は、曇り時々雨か雪。昼過ぎにかけて断続的に雪や雨が降るでしょう。日中の最高気温は5度前後の予想。明日土曜日は晴れてお出かけ日和になりそうです。中山秀樹のオールスターデシャワリー回答。もうガラスの向こうの向こうに、ね、今日は見学なの、あれは。そうですね、うん、はい、皆さん社内見学で、アナウンサーをやってみたいなっていう興味がある方たち、ちびっ子たちが、はい、それよりも親たちの方がはしゃいでるとか。そうそうそう。親の方がはしゃいでるじゃないか。本当だ。お若いですよね、お父さんもお母さんもね。素敵に若いですね。本当だね。それで今ね、うちのスタッフがね、はい、リクエストアンケート取りたって、はい、子供たち、はい、今からやってほしいもの、ちび子たちからのリクエストがですね、モノマネリクエスト、外にいる子供リクエスト、中山筋肉、中山筋肉、筋肉やれるのかやれないのかどっちだ、パワー、中山筋肉パワー、本当に、あ、喜んでる、喜んでる、子供たち喜んでる、大人しか分かってないですから今、安子お願いします、はい、あ、よかった、オッケー、女の子笑ってる、はい。はい、あ、よかった、これしかできません、すいません、今ジャンプして飛び上がってる、はい、はい、猿、えぇ、このままリクエスト、えぇ、猿、はい、ゴリラ、さっきサルゴリラさんやってたからでしょ、ね、芸人のサルゴリラさんのやつで、ね、分割しないの、サルとゴリラ分けたんだよ、これきっとな、ほらポカーンとしてるもん、そそうだ、やっぱり出来がいい悪い分かんだね、そうですね、子供は本当正直だな、嬉しいね、ありがとうございます、リクエストしていただいて、じゃあ頑張ってください、これか、これはどっちだ、これか、これか、はいはい、パンちゃん、子供にはぴったしのあれです、リクエストですね、これは
パンチョさん、こんにちは。へい、子供パンチョ、子供パンチョ、パンチョ、あ、帰っちゃったよ、パンチョ。パンチョ帰っちゃった。ドジャースの山本由伸投手が韓国で行われる開幕シリーズの登板が決まったようですね、と。はい。メジャー初登板で一体どんなピッチングを見せてくれますか。もうバッタバッタ、三振三振、バッタバッタ、韓国で帰っちゃったんだよ、誰もいないよ、誰もいないよ、ケケケケ、バッチョさんやり始めたら、バッチョ始まった、バッチョ寂しいよ、コパンチョ、コパンチョいないの、いない、コパンチョいないのかよ、わかんない、わかんないって帰っちゃったよ、どうしちゃった、コパンチョ。北野マサルさん、こんにちは。どうも、北野マサルです。子供はまだ帰ってきませんね。マサルさん、こんにちは。こんにちは。なんか弟さんはアンビリバブルやめることになりましたけどね。そうなんですよね。弟さんに一言何かありますか。ブラザーですけどね、兄弟ですけど、 BR 取ったらアザーですけど、他人になっちゃいけないようにぜひ空いてたらマルトクゼミナール一緒にやろうかな。たけしマルトクがもうないから。ないの。マルトク自身がないから。マルトクないのかな。竹丸さんの時はないのかな。やってないのかな。浦島太郎になりました。そうです、大文字山の大です。北野勝です。また出てきた浦島太郎。木村拓哉さん、こんにちは。あ、どうもこんにちは。対処する堂本の剛さん、はい、エールをお願いします、はい、いや、しっかり頑張ってほしいし、あの金田一少年の事件簿も好きでしたけど、お、あとあのアイドルと結婚したってことは、ということは俺も一緒、そうだ、ね、先輩とね、先輩、先輩として、先輩として、おーおー、そうだ、うん、ね、おめでとう。何もなかった言うことないよ、大して、ね、大して思いないじゃない、はいはい、剛君、剛君じゃないよ。なんだよ、金田一少年事件簿、金田一隠れてじっちゃんの何かけて、じっちゃんの何かけて、うん、友坂理恵、ね、よかった、共演ね、共演してたの、共演者の名前出してるだけだよ、上山雅人さんとね、共演者の名前出してるだけだよ、そう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 、初山って言った。上沼恵美子さん、こんにちは。こんにちは。上沼さんですよね。そうです、私がカニ村なんです。カニ村横ばいだろ、お前。カニ村ってなんだよ。面白いな、本当な、東京来ると緊張するわ。お前が面白い、ね、ほんまにも。上沼さん、こんにちは。こんにちは。東京ドームをいっぱいにしたオードリー、同じ芸人としてどう思いますか。同じ漫才として。そうですよね、ドームいっぱいしましたから、はい、ウーバーイーツ私もやりたいね。そっちかい。私もやりたいなと思ったね。やればいいじゃん。あ、私ちょっとでもピンポンした時バレちゃうでしょ。すぐウーバー顔じゃないでしょ。私ノーメイクでこの頭でいったらね、やっとね、ウーバーね、ウーバーからやり直したいと。ウーバーやりたいな。いいなあれなあ。あとプロレスもやりたいわ。プロレス、フワちゃん頑張ってたよ。フワちゃん対上沼恵美子やりたいな。すごい、やりたいね。すごいな、それ怪獣大戦争みたいな。待ってますわ。主催で。待ってますわ。すごいな、ゴジラ対アンギラスみたいな。いいな。アンギラス懐かしいな、アンギラス。青谷先生、こんにちは。こんにちは。青谷先生、私淡谷よね、淡谷よねって、私よね、何確認してる、自分ちょっとごめんなさいね。ブギウギで鈴子さんと喧嘩しましたね、喧嘩の原因はやっぱり彼女が下品だからですか。あの人下品で、びっくりするわ、本当下品よ。子供育てながら歌手始めたからね。そうですよね、いよいよ、ブギウギ頑張ってますよ。やってほしいわね、ありがとう、買います。テイラー・スウィフトさん、こんにちは。Thank you so much. So much. So much. Yes, I'm Taylor. Yes. I love Japan. I stay back. なんか確かあれ日本にでコンサートやって、yes. すぐ帰ってあれ、yes. 見に行きましたね、アメフト。Yes. どうでした、アメフト行って、彼氏。Oh, I'm very bubble. Amazing. すごいね、あの人。テイラー・スウィフトですよね。Yes, I'm Taylor. Yes. 洋服屋かお前。I'm Taylor. Yay! お前、大丈夫か。I love Japan. Yeah! Private jet. Private jet? 何飛行機紹介してんだよ、お前。飛行機紹介しちゃったらいいよ。Private jet, take off. Yes, take off. Thank you!おかしい。もうダメだな、あと質問ねえだろ、お前。
ですね。いっぱい、あとは須田慎一郎さん、こんにちは。須田ちゃん、須田ちゃん。あ、どうもこんにちは、須田ちゃんです。日経平均株価がバブル期につけた最高で、更新しましたよね、と。はい、昨日ね。そうですね。今後もこの高値は続くんでしょうか、うん、須田ちゃん。高値はですね、まあ高値が、高値の続くと、これ継続はね、力と言いますかね、この経済はね、高値の花です。高値の花、高値の花が、ありますけどね。高値の花がありますけども、相撲取り。高値花、東方、高値花。お相撲さんなの、まあ、そうですね。お相撲さんの最高値の血糖値がですね、更新しますんで、こういう形で平均株価になっているような。なるほど。以上、須田ちゃんでした。よくわかりました。それじゃあ、決済。申告期限が過ぎると、特典が受けられないことがあります。まずは、無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は、0120-400-800-400-800。東京税理士会所属、税理士法人48。この前、知り合いからしじみをいただいたんですよ。へぇ、しじみ、いいですね。でね、すっきりしない朝、しじみ汁を作ってみたんです。一口、ズズってすすったら、まあ、染みましたね。すっきりしますよね。栄養たっぷりだし、また飲みたいじゃないですか。このすっきり感をもっと手軽に手に入れるにはどうしたらいいだろう。そこで調べましたよ。で、見つけたのが、しじみ習慣。しじみの栄養をほぼ丸ごと。ソフトカプセルで飲みやすいし、これしかないという感動をね、先に伝えたかったんです。ちょっと試してみたいというあなた、この後のナレーションお聞きください。販売実績は1300万箱を突破。2011年1月から2023年11月の TPC マーケティングリサーチ調べで、しじみ健康食品13年連続売上ナンバーワンのしじみ習慣です。まずは29種類以上の栄養成分、9種類の必須アミノ酸、ビタミン B12、カルシウムなど、体をいたわるしじみの栄養がほぼ丸ごと入っています。しじみそのものを煮出したエキスです。ちょっと試してみたい、実感したいというあなたへ。初めての方に限り、1300円相当が無料、サンプルを2箱無料でお届けしています。サンプルは1箱の中におよそ5日分、10粒入っています。それが2箱なのでおよそ10日分ですね。実感できますよ。お問い合わせは0120-443-012、 0120-443-012 まで。さらに送料も無料、1世帯様1回限りとなります。お電話お待ちしています。それでは電話番号をもう一度、お問い合わせは0120-443-012。 お届け返品なども0120-443-012 までどうぞ。自然食券からのお知らせでした。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。片岡鶴太郎のお便りいきなり大笑い。はい、今日のテーマは運命の出会い、衝撃の出会いということでございまして、はい、楽長のお磯さん、はい、どうぞ読んでください。はい、やるよ。楽長。楽長。読むよ。楽長のお磯さん。七子さんです、はい、天皇誕生日の今日朝の7時前のことですと、今日今朝、はい、京急の特急に座っていたら一、人のおじさんが自分の前に座りました、どこかで見たような誰だっけ、顔は覚えてるけど名前が出てきません、それから5時間後の電車の中で、あ、土屋さんだと。え、電波少年。電波の方か。土屋敏夫さんね。はい。と思い出しました。と。それはもう、ともかく、この朝からどこへ行くんだ、7時前のことですよ。だって、この朝からどこへ行くんだろうというので。YouTube やってからないですよね。朝早くやってんだね。いろいろ、今年になって出川さん、竹山さん、土屋さん、有名人いろいろ目の前にいたと。はい。次は6月の有楽町で、
という皆さんも見ることができましたね。待っておりますね。これは先生と土屋さんも、ね、対談ね。対談しましたね。YouTube でもやってますよ、今。ね。あと、ね、50年男って雑誌でね、はい、4ページもやってますから、対談。はい、はい、よろしくお願いします。ナイパチさん、はい、私の運命の出会いは、ビバリーでもおなじみの吉田豪さんです。出た、吉田豪さん。はい、図書館の棚をさーっと見ていたときに、目の前に飛び込んできて、ビビビと来たのが、吉田豪さんの元アイドルという本でした。その後、豪さんのお話をラジオで聞いたり、本を買って読んだり、トークイベントに行ったりと、郷さんにどっぷりつかみまる、つか、つかりまること。いや、郷さんすごいね。博士とやってるしな。博士とやってますよ。もうどっぷりと15年、という、おかげでいろんな世界のことをたっぷり楽しめる人生になりました。ロフトに住んでるような人ですからね。若い人だったら郷って言ったら郷ひろみだけどな。吉田郷ってのはすごいよな。郷ひろみないんだ。はい、パチョリックさんは、初代タイガーマスクを初めて見たときは本当に衝撃的でした。身軽な動き、ものすごいジャンプ力、蹴る、投げる、とにかく漫画を超えているのではと思うことでした。夢中になった私は将来、古舘一郎の後を継ぐと心に誓いました。結局なれませんでしたけど。今も輝く松本伊代、早見優、森口博子の3人によるステージ。懐かしいヒット曲やトークであの頃のステージが蘇る、青春のアイドルヒットステージ。4月21日日曜日、神奈川県民ホールで開催。松本伊代です。ゆうちゃん、ひろこちゃんとお送りするステージ、楽しみです。早見優です。皆さんがご存知の曲やマル秘エピソードまで盛りだくさんでお送りします。森口ひろこです。私たち結成してもう10年。ダンスも素晴らしいフォーメーションバッチリです。楽しみにしていてください。チケット一般発売中。詳しくは日本放送ホームページへ。皆さんのご来場、お待ちしてます。リアル脱出ゲーム。春日に支配された東京ドームシティからの脱出、君はもう脱出できたかね。いつまでも春日に支配されているのもどうかと思うので、まずはやってみることをお勧めします。3月13日までです。東京ドームシティでロボ春日と握手。触っちゃダメって書いてあんだろ。詳しくはオードリー脱出で検索。人生の節目にはいつも誰かがいる。飛び上がるほど嬉しい時も、やったー、先への不安で前を向ききれない時も、お疲れ、ほら乾杯。先輩、どれだけ社会が変化しても音なき声に耳を澄ませ人に寄り添っていくことを大切にしたい。あなたがいてよかった、そんな声が聞けるように。あってよかった、立花産業、2024年創立60周年。続いてハロー千葉。朝日ちりめんってどこ？こっちこっち、野菜売り場ですよ。え、これ冬の寒さによって葉肉が縮れ、柔らかく旨味のあるのが朝日ちりめん。肉厚でどんな料理にも合いますよ。これが朝日ちりめんねって誰？生産者の日向寺です。朝日ちりめんは JA 茨城朝日村。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へお知らせです。昭和16年から63年に生まれた方、ご確認はお済みですか？小学校で注射を受けた方などは最大3600万円の給付の可能性があります。亡くなったお父さんの分はダメだよね。大丈夫ですよ。でも症状ないからダメだよね。大丈夫ですよ。治ったって言われたけどダメだよね。大丈夫ですよ。確認は電話で話すだけ、お金はかかりません。個人情報もしっかり守ります。案内だけでも聞いてみませんか？無料の案内ダイヤルは 0120-70-7000 番、 70-7000 番。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999、157-999。出張買い取りは、カメラの北村。真夏に煽られ、いきなりこの恋、お前の T シャツハートは死にする。アイシュードンファンですね。片岡鶴太郎さん、はい、来週金曜日にここ行きました。はいはい、ね、水泳大会で歌ってましたね、アイシュードンファン。はい、はいはい、ではここで、2つ当選者発表です、はい、まず A がマッチングムビチケ当選者です、はい、小平市の花猫さん、埼玉市のアップル茶子さん、佐野市の真っ赤な朝焼けさん、横浜市のプニッ吉さん、以上3名様、4名様です。おめでとうございます、はい、そしてプライベートジェット、プライベートジェットテイクオフ、はい、ビバリー名シールのどんなものまるな、アイムテイラー
2番に名シールの当選者、東大阪市の龍平さん、はい、練馬区のライパチさん、葛飾区の必見さん、以上3名様、はい、おめでとうございます。さあ来週月曜日なんですが、はい、飯島直子さんが登場です。スタジオに来ますよ、来週のね、月曜日になるとですね、オール日芸寄席のですねチケット、はいはいはい、前より発売日になりますから、はい、前よりチケットが発売日ということでございます。いつもの白く俺ね、はい、一郎助白鳥、はい、で今回はスペシャルゲストで太田君が来ますから、爆笑問題、爆笑問題の太田さん、月曜日発売なんでね、はい、よろしくお願いします。すぐチェックしてください、はい、そして火曜日はダイヤモンドユカイさんがゲストです。そして水曜日は注目の俳優杉田ライルさんが登場です。鎌倉殿出てた、そうですよね、畠山茂忠の息子役で出てましたからね。そうですね、息子役、中川大志の息子さんの役 で、ねね、で出てました、茂康やってました、はい。そして木曜はフラワーリクエストを募集中です、うん、金曜日は片岡鶴太郎さん、どうもお世話になっております。よろしくお願いします。はい、お迎えします。お世話になっております。弟も来ますからよろしくお願いします。弟はどうも来ます。弟も来ます。どうもどうも。昔メガネ屋でした。どん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 メガネ屋やってたんですよ。どん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 一体有名だったじゃん。結構メガネ屋だったさあこの後は、はい、この後1時から中川家のザラジオショーです。今日はオズワルドのお二人、せっかちなんだよこの中川家が昨日やってたね、はい、あのアメトークで、アメトークで、花輪がねせっかちだからさ、うん、それせっかち芸人って集まってやってたよ、面白かったらね、せっかちですね。はい、この後も日本放送です。はい、じゃあ今日はおさらいとしてなんですが、プライベートジェット、はい、これでいいですか。アンテイラー、イエス、アンテイラープライベートジェット、テイクオフ、テイクオフだそうでございます。じゃあ寒いけど気をつけてください。サンデキューでございます。気をつけてください。我々は